はい、どうもカリエです。今回はこの前の、YouTube チャンネル登録者数5000人突破記念の企画の動画内の冒頭で言っていた、オフ会のね、内容がある程度固まってきたので、今回はその報告の動画を、これから作りたいと思います。で、その報告なんですけども、とりあえずまあオフ会ね、ほぼ全面的に、いろいろとちょっと協力していただいている今回はとしきさんに来ていただいております。としきさん、はい、はじめまして。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、オフ会の幹事司会、お手伝いさせていただくとしきと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとまあある程度詳細をちょっと言っててもらっていいですか。はい、了解しました。じゃあ、順番に言わせていただきますね。はい。オフ会日時なんですけども、2015年8月30日の日曜日になります。はい。で、場所なんですけども、大阪府、大阪市北区で、堂山町7丁目7の、フリースタイル居酒屋ゆめ八さんっていうお店でさせていただきます。うん、はい。で、まあ、簡単な、流れなんですけども、はい、まだこれ本格決定というか、まあ、ほぼ決定なんですけども、まあ、多少の誤差があると思うんで、うん、この目安でちょっと聞いていただきたいんですけども、はい、1次会と2次会がありまして、1次会の方が、11時45分で、こちらの11時45分は会場オープンの時間になります。うん、でそこからですね、もう、会場がオープンしてから、名簿のこちらの方で名簿作ってますので、受付の方で名前言っていただいてっていう受付の時間になります。はい。で本格的に、12時オフ会スタートになるんですけども、12時からはですね、一応オフ会の流れと、注意事項等の説明の時間になりますので、それだけお願いします。はい、はい。そうですね、1次会の方は12時からスタートになるんですけども、まあいろいろゲームやっていきまして、夕方の16時に1次会終了になります。まあ、大体4時間ぐらいか。そうですね、4時間ぐらいになります。そうですね。はい。でその16時からですね、もう、その16時の瞬間からですね、2次会が始まっちゃうんですけども、はいはい、それの2次会なんですけど、同じ会場で、2時間の食べ飲み放題が16時から始まってしまうんですけども、はい、1時間半のラストオーダーになりますので、そうですね、17時30分がラストオーダーになりまして、はい、まあ、その会場は、18時まで僕らの使うオフ会で会場の方を借りさせていただきますので、はい、ただなんですけども、2次会の、16時からですね、残っていただける方が30人を超えますと、そのまま会場を貸し切りで、提供させていただくということなので、はい。はい。ぜひぜひちょっと、一人でもね、多くご参加していただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、こちらの方ですね、文章、動画で紹介させていただくリンクの方にさせていただくんですけども、はい。そちらの方にですね、お名前、ですね、受付用のお名前と性別と好きなユニット、うん、はい、でこちらの方の注意事項ですね、ちゃんとお読みになってもらったかどうか、はい、いいえと、うん、で二次会の参加不参加がどうか、うん、で一言だけ、まあこちらの方強制ではなく任意なので、こちらの方ですね、記入してコメントしてもらえたら、はい、完了になりますので、まあ、それを記入した時点も参加申請通ってるってことになってる。そういうことですね。はい、はい。でこちらの方ですね、記入してもらって、より多くのご参加お待ちしていますということで、はい、これがまあオフ会の今決まっている、まあほぼほぼ決定している、まあ一通りの流れね。そうですね、はい、はい、になります。了解です。はい。まあ、大体その記事で、まあ、詳細また見たいという方は一応動画の説明のところに、今説明した、記事が載ってますんで、リンク貼ってますんで、そちらを参照にしていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい。
でもちろんあの二次会とかは多分飲み放題食べ放題とかになってるんですけども、はい、まあ未成年の方はお酒絶対ダメということで、それだけは注意してください。はい、こちらの方はこちらの方でも管理させていただきますんで、はい、あ、料金だけちょっと言い忘れたんで、あ、そうですね、一次会の方がですね、ハリーさんのご好意ありまして、1000円でなんかできますということで、はい、よろしくお願いします。二次会の方は、2時間の食べ飲み放題になりますので、お一人3000円になりますので、はい、そちらだけの方よろしくお願いいたします。はい。で、受付の時にですね、1次会の1000円回収すると同時に、2次会ももう参加するよって方はその時に一緒に3000円、合計4000円の、参加費をいただくことになりますので、なるほど、ね、はい、よろしくお願いいたします。で、もちろんですね、あの1次会の途中でやっぱり2次会参加したいだとかいう方もいらっしゃると思いますので、その時に決めてもらえればいいので、なるほど、はい、受付の時にそのまま決めたのが帰れないってことはないので、はい、そちらの方よろしくお願いいたします。気軽にね、二次会も参加していただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いしま します。じゃあ、あとはまあ、はい、内容かな。とりあえず一次会でやる内容を、今からざっと言います。はい、まあ、参加者との交流会、はい、交流会、はい、はい、で、参加者とのディバゲ対決、ディバゲ対決、はい、はい、でさらにそこの後に、チーム対決、チーム対決、はい、はい、この辺は、ね、まあちょっとどういう感じになるかまだちょっと、いろいろちょっと考え中なんですけども、はい、まあある程度何人かと組んで対決していこうかなと思っております。はい、はい、で、これはまだちょっとどうしても未定かもしれないんですけど、はい、まあ月末なんで、はいはい、まあ、新しい降臨が来てるんじゃないかと、あー、なるほどね、いう予想をしているので、はい、まあ、俺がちょっとその降臨戦を挑戦するっていう感じ、はい、生挑戦っていうのをやってみようかなと思っております。はい、で、まあ、あとはね、まあ、もう恒例っちゃ恒例やけどスクラッチとかも、はい、もしよかったら弾いていこうかなと思っていますんで、新フェスゲン、新フェスゲン、まあ、その時もしかしたらもう当たってるかもしれんけどね、さすがに動画でもね撮ってると思うんで、その時ははい、はい、っていう流れかな、大体は。はい、交流会対決、チーム対決に降臨挑戦でスクラッチ、はい、で、はい、もし対決で、まあ、勝利した人、はい、まだちょっと条件とかはまだちゃんと決まってないところもあるんですけども、はい、それなりの景品も用意しております。はい、よろしくお願いします。はい、で、まあ、あとはね、まあ、こういう企画やってほしいとか、参加した時にこういう企画やってみたいとか、そういうのがもしあれば、はい、動画のコメント欄とかに、もしよかったら、何がしたいとかコメントをしてくれたらと思っております。はい、よろしくお願いします。よかったらどんどんね、いろんな希望を出してみてください。もしかしたらそのね、内容を考えて入れていくかもしれないので。そうですね、はい、視聴者からの声っていうのは一番、うん、これいいやって大事だと思うんで、はい、これや、はい、お待ちしております。はい、交流会なんですけどもね、一応その受付の時に、うん、あのこちらで用意した名札を、はい、はい、ご用意させていただいてるんですけども、そちらの方にですね、裏面に番号が打ってありまして、はい、参加者様にはその番号が書いてある、うん、同じ番号が書いてある席に、着席していただきます。はい、はい、はい、で、そちらの番号というかその席にですね、一つの席にまあ5人ぐらい、座っていただいて、まあまあまあ大人数過ぎずに、まあ少人数過ぎずにっていうのが交流会一番ね、うんうん、いいですね、あの盛り上がれる人数だと思うんですけども、はい、一応その番号で座ってる席ですねの人たちと最初はチーム対決というか、ああ、いいですね、になると思います。はい、で、まあね、好きなユニットで盛り上がったりとかするのも目に見えてるんですけどもね、はい、もうね、カレイさんが次々ジュリエットの素晴らしさをいろんな人に語っていく。まあでもやっぱこういう機会ってあんまりないからね。そうですね。ディバゲやってる者同士で集まることもなかなかないことやし、そうですね、ぜひ、ね、はい、来ていただいてみんなで、いい思い出を作っていこうかなと思っております。そうですね。まあね、オフラインイベントもあるので一緒に行きましょうよだとかね。はい。まあそういうね、約束もつけたりとかしてね。
ですね、あとは、そうそうないと思うんですけど、怪我とかないようにだけ。あ、そうですね。その辺だけはね、こっちも責任全部持ってるわけじゃないので、はい、自己管理をしっかり持って来ていただけたらと思います。あとは自分の持ってきた持ち物だとか、貴重品ですね、は、はい、自己管理でお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。トシさんからはとりあえず以上ですかね。そうですね。言わせて、ちょっと僕ってどんな人間なのっていうのをちょっと言わせていただくかなと思うんですけども、はい、いいですか。はい。自分、その関西の方で、オフ会をやり慣れてるって言ったらあれなんですけども、はい、数回ちょっとさせてもらってまして、そのたんびにですね、やっぱいろんな人の出会いっていうのがあるんですけども、初めの方ってやっぱり参加してみようかなだとか、すごいドキドキするし緊張するしっていう人が主だと思うんですけども、やっぱオフ会会場続いてみると、10分ぐらいでも一人は仲良くなれる方がいらっしゃいますし、その辺僕たち、ね、カレンさんも僕もウチさんもフォローさせていただくので、そうやね、はい、もう全然ね、参加していただきたいっていうのがあるのと、自分すごいね、ディバゲっていうのがもう本当に最近って、最近ブラックブレッドのコラボから始めさせてもらって、すごいドハマりして、はい、なんかもうね、カリーさんには及ばないですけども、課金額も、なかなかいってて、なかなかいってますね、ね、もうね、もう毎日毎日シュシュやってるぐらいすごい好きなんですけども、はい、はい、やっぱね、僕もディバゲオフっていうのは初めてなのって、どういう話をするのかっていうのもすごい今から楽しみなんですけども、はい、はい、ね、より一人でも多くおしゃべりできるように楽しみにしてますので。そうですね、素敵なイベントにしましょう。そうですね、はい、僕たちのね、幹事が頑張りますって言ってできるのがオフ会じゃなしにね、参加者の皆さんの協力がね、成功には必要になってきますので、はい、ぜひぜひご協力いただけたらと思います。はい、いろんな景品もね用意してるんで、はい、はい、よかったらね、参加申請よかったらしてください。よろしくお願いします。大阪でやるって言ってもね、やっぱ全然遠方からでも余裕がある人はぜひよかったら来てください。ですね、もう大歓迎でございます。はい、もうなんか遠方から来てもらう方がね、すごいね、こんなとこから来てくださったんですかっていうね、驚きもあります。いや、すごいと思う。ね、ということで、カリエファンが、うん、はい、来てくれるのかな。そんな感じですよね。はい、はい、ということなんで、オフ会、2015年8月30日大阪、はい、梅田の方ですね、会場取っておりますんで、はい、ぜひぜひご参加お待ちしております。お待ちしております。はい、ということなんで今回の動画はこれで以上となります。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、参加お待ちしております。ありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。